はい、それでは始めていきましょう。参政権についていきましょう。はい、これ見てください。もう簡単ですね。自由を読んでもらえれば、政治に参加するための権利ということで、参政権という形になります。政治に参加するための権利ということで、参政権という形になります。はい。じゃあ、どんな権利ですかって、もうそのままです。はい。国民が政治に参加することができる権利。はい、いいですか？国民が政治に参加することができる権利のことを、参政権というふうに言います。よろしいですか？皆さんしっかり覚えてくださいね。参政権って何ですかっていう話になるんですが、国民が政治に参加することができる権利のことを参政権というふうに言います。よろしいでしょうか？しかしながら、参政権と一口に言っても、政治に参加するどっち側でですかってことです。いいですか？投票する側ですか？それとも立候補する側ですかということになります。立候補して政治家になる権利も参政権に含まれます。逆に選挙に行って一票を投じてくる。これも参政権に含まれます。よろしいでしょうか？この参政権っていうのは国民が政治に参加するための権利のことを参政権という形になります。よろしいでしょうか？それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。